それでは、写像について解説をしていきましょう。対応と定義域、地域ということで、A と B というのをですね、まあ、集合としてですね、で、F というのを A と B の直積集合の部分集合とします。で、この3つの組をですね、えーまあ、対応というふうに呼びましょうというですね、まあ、これは形式的な一応定義で、えーまあ、実際に言いたいことは何かというとですね、まあ、具体的な例を見てもらったらわかるんですけども、 まあ例えば A というのが12で B というのが AB だったとすると直積集合というのは 1A とか 1B とか 2A とか 2B というこういうまあ4つの弦で成り立っているわけですけどもこの中で例えばこれとこれとこれ3つ選んだものを F とすると。これがまあ対応だというわけですね。これはどういうことかというと A の要素1に対して A と B を対応させていると。2つ対応しているわけですね。 で、えっと、写像というのはですね、こうまあ対応と違って、1に対して何か B の要素、A か B どっちか一つが決まるっていうんですけども、対応というのは、その辺のところがまあ何か要するに漠然とまあ対応しているというふうに考えるというものなんですね。で、それをまああの定義するためにこういうふうな言い方をしているだけで、まあ、言いたいことはこういうことなんですね。はい。で、えっと、この DF というのはですね、あのこの対応 F の定義機器というんですが、まあ、それは何かというと、 この含まれるその部分集合 F ですね。の中でこの A 側の方、まあ,てあの、こっちの方ですね。こっち側の要素として現れてきているもの全体を定義域と言いましょうと。だから例えば A が、まあ、1,2,3であって、で、えっと、F という部分集合がなんかこう、1なんちゃら、2なんちゃら、えー、と、2なんちゃらで終わっていったとすると3がないので、1と2に対してはその対応するものが決まっているけど、3はまあ、ないわけなので、 定義域は1と,だ1と2という部分集合であると。まあ、こういうふうに考えましょうと。こういうことですね。で、えー、逆にですね、この行った方の像ですね、これを、この A の行き先の方をですね、まあ、GA というふうに書きますと。GA というのは、まあ、あの B の部分集合なわけで、これは要素が1個だけからなっていれば、写像になるわけですけども、ここでは、まあ、あの複数ある場合もあるので、まあ、こういうふうにしましょうと。 と、定義域に対しては、定義域の A に対してはもちろんこの A なんちゃらというのが1個あるわけですから、これ空襲語じゃないわけですけども、A が定義域に入ってないということは、これが空襲語になるというふうに言い換えることができるわけですね。はい。まあ、ちょっとややこしいですけども、まあこういうふうに考えましょうと。で、まあ F によって A は Y、GA の要素 Y に対応するというふうに、 考えますと。だから、1に対しては、こうなんか丸が対応し、2に対しては、この丸、丸、四角とか三角とかがこう対応するというふうに考えましょうと。こういうことですね。で、えっと、VF というふうにですね、F の地域と。これはだから、要するに A がこの定域があのこういうのあるようなやつに対して、この B、行き先ですね、行き先になるような、えっと、A の行き先になるような、A の集合の要素を の行き先になるような、まあ、対応するようなもの全体ですね。こういうものを F の地域というふうに言いましょうと。はい。で、えっと、VF っていうのは、まあ、この要するに、この今の GA ですね。これの、まあ、要するに和集合と書くことができますよ。という,うですね。はい。えっと、定義機の、例えばこう、1A と 2B と 2C とこう、3つの要素だとするとですね、 そうすると定義機は1と2からなっていて、この1の時の行き先である A と、それから A だけの集合と、それから B と C という集合ですね。この2つを合わせた集合が B と C というのを合わせた、この,この合わせた ABC っていうのが、この地域というふうに言うことができるわけですね。はい。という、まあ、これはそういう記号になります。はい。まあ、具体的な例がこちらに上がっていますので、ちょっとこの例を見て確かめてみてください。 はいまあ、他にもいくつか例がありますので、えー、こういう例をちょっとまあ見て確かめてみてください。はい、それではですね、まあ、問題ですね A を 123B を ABCD とする次の A から B の対応のうち定義域が13地域が BCD であるものを全て選びなさいとことですね、はい。それではちょっと考えてみてください。 はい、それでは、えっと、答えはこうなりますね。えっと、これはですね、えっと、要するに定義域というのは、この中で、こう、えっと、こっち側、左側でこう現れてきているものなので、これの場合は定義域は1、2、3ということになります。まあ、D、F と書いてましたね。で、えっと、こちらの場合は1、3。これは定義域は1、3ですね。で、これも1、3ですね。で、これは1、2、3ですね。で、これは1、3ですね。 これは1だけと。まあこういうふうになるんですね。ということで定義域が1、3の条件を満たすものはこの3つということになります。で、地域が BCD ということですけども、じゃあこの中で地域が BCD のものはどれかということですけども、この2番目のやつですね。地域は C、D、C、D ですから、地域は C、D になるわけですね。で、違いますと。で、これは地域が B と C と D と C ですから BCD というふうになりますと。 でえっと、この4つ目のやつも地域が BCTB ですから BCD というふうになって結局この3番目と5番目があ正しいということになります状況を満たすということになりますはいそれでは写像ですねえっと AB をまあ集合として A から B の写像というのは A の各要素 A に対して B の要素1つを対応させるというふうなあ規則というふうに考えます これはつまり先ほどの対応の言葉で言うと、各定義域の要素に対して、その対応する GA っていうのが1個だけの要素からなると。で、この1個だけの要素 B を、まあ A を B に移すというふうに考えて、A を B に移す写像というふうに言うわけですね。はい。で、えっと、まあこれ、あの、後で出てくる1対1写像と,とはまた違う概念ですので、間違いないにしてください。あくまで写像の中で全体として、えー、何、えっと、それぞれの要素が、あ もちろん行き先は1つなんですけどもまあ違うものは違うものに移るっていうのは後で出てくる単車1対比ということですのでこれはあくまでもお、まあ、1つの要素に対して1つ決まっているということですね。はい、ということなので間違わないようにしてください。で、写、え、像、っと、F によって、X、A の要素 X が y に、y、B の要素 Y に対応することをこのように FX イコール Y または F コロン X が Y に移るというふうに 表しますで例えば、こういう、まあえっと、対応があったとすると、この対応は1に対して1つだけ A ですね。他に1が出てきてるんですね。1B とか出てこないので、はい、これで2に対しても 2B っていう1個だけですね。3に対しても 3A という1個だけなので、これは写像になっていますと。で、この,これを、まあ、この対応は写像になるわけですけども、この時の1の行き先は A、2の行き先は B、3の行き先は A というふうになっているというふうに考えるわけですね。ですから、対応と写像っていうのは、 まあ対応の中で特別な状況を満たすものが写像というふうに考えて、まあ、同じように捉えるというふうに考えていい。まあ、こちらの方は、まあ、言ってみれば写像のグラフですね、グラフ。写像のグラフということができます。はい、それでは問題です。えっ、ー、と、A を1、2、3、B を A、B、C、d とするときに次の対応 F が、えー、と写像になるものはどれですかということですね。はい、それではちょっと考えてみてください。 はい、えそれではやってみましょう。まあ、答えはこの3番目と5番目ということになるわけですけども、まずですね、えー、と定義機はまあ一応全体である必要はないんですけども、一応まあこの、まあ、A 全体で定義されているというふうに考えて、まあ、その写像ですね、A のまあ全体もしくはその部分集合上で定義されている写像になっているというのはどれですかと。 でまず1つ目ですけども、これは、えっと、2の行き先が、まあ、少なくとも2つあるね。2に対して BA、AB が対応する。3に対しても AB を対応するということで、これはダメですと。で、2番目は 1, の対応1のに対応するものは A というのう2つありますので、これもダメですと。で、3番目は 1A、2B、3B ですがこれ OK と。4番目は 1A A A、1B、2A、3A、3B っこう3があるんですから、ダメと。で、えっと、これは 1B、2B b、b 3B3B と 3B3B 書いてあるんですけどもこれ集合としてはこれ同じものなのでこれ実,実はないのと一緒ですねちょっとまあ引っ掛けみたいな問題ですけどもあの同じ要素がありますので集合としてはこれあのこれと同じものなので,で結局これシ,シャドウになるわけですねはいよろしいでしょうかちょっと複合問題チックな問題でしたけども はい。それでは、写像の合成について説明していきましょう。写像、2つの写像があったときに、F と G,、B、G があったとき、F と、ごめんなさい、G ですね。G があったときに、G0F を G×FX で定義すると。まあ、これを合成写像というわけですね。つまり、1つ目の写像で F で A から B に移して、で、2つ目の写像で B から C に要素を移すというふうにやるわけですね。で、3つ以上の場合もですね、こういうふうに合成することができますと。 で特に F が A から A の写像のときはですね F の N 乗というのが考えられますとこれは要するに F を N 回合成するということですね、まあ、例えば X に対して X の2乗というのを対応させるものを、えー、N 回合成するとどうなるかというと X を2乗してまた2乗して2乗していくわけですから4乗8乗というふうになって X の 2N 乗,乗というふうになるわけですねはいこれは X の 2N 乗ではないですね えー、x, 2 x に対して x を2乗し x の2乗をさらに2乗すると x の4乗ですと、x の4乗を2乗すると x の8乗ですということですから、2の n 乗乗ということになります。はい、あここに書いてますね。はい、で、えーとまあ、これが一応例ということで、まあ、こういう写像の合成ですね、が、まあ、定義されますと。 はい、それではちょっと問題ですね。えー、この2つの写像があるときに、写、えーまあ、像を対応であああの与えていますけれども、まあ、要はあのそれぞれ移り先が、まあこのまあ、グラフを与えているわけですね。グラフを与えれば写、まあ、像が決まるということで、はい、このとき G0F の XinA を求めようということで、これを、まあ、ちょっと考えてみてください。 はい。えっ、ー、と、ま、いいですね。これね。F1 は B で F2 は A で F3C ですから、それぞれ A、B、C の行き先がまた、1、2、2、2ですから、結局ですね、G0F1 は2、G0F2 は1、G0F3 は2ということになります。はい。ということで、まあ、合成写像の定義でした。 はい、それから、高等写像と逆写像の定義をしておきますけども、高等写像は A という要素に対して A それ自身を対応させるものですね。次、まあ、数で言うと、y イコール x という関数がありましたけども、y イコール x という関数はその高等写像ということになります。で、A に対して B を対応させる F と、g、B に対して A, を A に、B から A の写像 G とあったときに、g ル f が A の高等写像になると。g ル f というのはもちろん A から A。 B って A に戻りますから、A から A の写像なんですけども、これがまあ、高等写像、A の高頭写像。で、F0G が B の高頭写像であると。まあ、こういう条件を満たすときに、G は F の逆写像といい、F インバースと書きますと。まあ、お互いに行って帰ってくるという関係になっているということですね。行って帰ってきて元に戻るという関係になっているということですね。はい。まあ、いわゆる関数でいうところの逆関数ということですね。はい。で、えー、従って、えー、っと、この これは G は F の逆写像というわけですけども,もちろん F は G の逆写像でもありますので F イコール G インバースというふうに書くこともできます、まあ、同じことですねはい、まあ、例としてこの関数の場合ですね、えー、関数の場合は Fx イコールマイナス 2x たす1という場合はこれの逆関数ということで全部これはート写像になるようにまあ逆に解いてやることによって求めることができますねだから逆関数は逆写像であるということですね はい、それでは以下の各写像 F のうち逆写像が存在するものを全て選び逆写像を答えなさいとこういう問題ですね、はい、それではちょっと考えてみてくださいはいそれでは説明していきましょう、はい、まず最初ですねえっと X に対して X の2乗っていうのはこれはあもちろんこれは逆写像が存在しないわけですね 1>, 1に対してマイナス、1に対して1ですけど、マイナス1も1に行きますから、1から戻ろうと思ってますね。戻れないと。どっち行っていいのか分かんないですね。1行っていいのか、マイナス1行っていいのか。まあ、対応になっちゃうんですね。ですから、これはあの逆が決まらないので、まあ、逆対応はまあ,あるわけですね。逆対応はあるわけですけども、プラスマイナス1を対応させるっていう対応があるわけですけども、それは写像ではないので、逆写像が存在しないということになります。で、2つ目は、これはもちろん存在するわけですね。はい。 で3つ目もですね、これはあの要するに1対1ですから、あマイナス X3 乗ということで、えー、マイナス X の3乗根っていうので、まあ、対応するということですね、はいでギャ。ガウス記号っていうのはですね、えっと、要するに1.1、まあ、も1.2も全部1に行くというような関数ですから、ガウス関数の値が1だからといって、それに対して何か戻れるかっていったら、まあ、もちろん無限にそういう要素があるので、戻りようがないということで、これは逆写像がないと。 ということになります、はい、それでは次は次写像の像につっていうのは A から AB が集合として FA から B というのを写像として S を A の部分集合とするときにですね A の要素 smallA の行き先のことを F 括弧 A と書くんですねまあこれは要するに関数のときに Fx=x 乗と書くんですけどもこれはあくまで x の像が x 乗だと言ってるわけですね。 ただ、X の像のが式で書ければ、それであのシャドウとして決まるので、えー、関数 FX イコール X 上という言い方をしているわけですけども、まあ、正確には X に対して X 上を対応させるというのがあ関数のお、まあ、正確な表現になるわけですね。で、えー、これまあ FA のことを F の A の F による像というふうに言って、もちろん FA は B の要素ですと。で、えー、特にですね、さらにですね、FS、S というのをまあ A の部分集合としたわけですけども、これをお、えー、と A の ごめんなさいこれ A のここ S ですね A の部分集合 S の要素スモール a の行き先全体ということでこれをまあ S の F による像というふうに言って、まあ、もちろん B の部分集合なわけですけどもこのように言いますとでこれもですね、まあ、どちらも像と言いますね S の F による像 A の F による像というふうな言い方をします、はいまあ、どちらも単に像というんですけども一方の像はまあ要素で一方の像は部分集合なので、まあ、同じ像でもですね えーまあ、上文脈によって、えーまあ、要素であったり分子だったりするわけですね、はいでえっと。S が特に A と一致しているときに F カッコラージ A のことをですね単に F の像といってイメージ F というふうに書きます。では、まあ、地域というふうにもよって言っているわけですね。はいえっと、b の要素は small b に対して、えー、B が fs に入っているということは要するにこれはあ,ある何かあの, A 素の要素 A があってですね、B=FA となるというふうにこれはまあ書き はい、条件として書くことはできます、はいえまあ、ここにあの実数から実数のチャーウの例がありますけどもこの場合はマイナス1、2というまあ区間の像は0、4区間ですしイメージの F はこれは全体の像としてはこれは0以上の実数全体ということになります、はい、もう一つサインの場合はイメージの F はマイナス 1, 1、1ということになりますね で、Z から Z で FM を M を3で割った余りっていう対応にすると、これは行き先の像はですね、0、1、2だけと。まあ、どんな整数も3で割った余りは0か1か2のどれかですから、イメージの F は0、1、2ということになります。はい、それでは例題ですね。えっと、F を1、2、3、4から A、B、C を対の対応で、こういう対応で定めますと、写像ね。で、その時、1、3の F による像を次から選びなさいということですね。 はいそれではちょっと考えてみてくださいはいそれでは解説していきましょうまあ正解はこの BC ですねはいえっと13というものの行き先は B とそれから C ですから要するに13の行き先 BC の集 BC という集合ですねこれが像ということになります はい、それでは、前者の定義をしていきましょう。前者というのは何かというとですね、F を A から B への写像としてですね、このイメージの F ですね、先ほど定義しました F の像というのが B 全体と一致するということですね。ですから最初からこの収集号、行き先の集合をイメージ F そのものにしておけば、まあ、早い話、前者になっちゃうので、えー、まあ要するにイメージがどういうものかということが分か,分かればまあいいわけですね。 はい。ということで、まあ、前者というのは、まあ、要素の記号で表すと、まあ、2の b の要素、small b に対して、何か a の要素、a が存在して、これはまあ、まあ、2つあって3つあってもいいんですけども、とにかく1つは存在して、b イコール fa になりますよと。まあ、こういうふうに表すことがまあできるわけですね。はい。これがまあ前者の定義ということになります。まあ、例として、例えば、r から r へのサインですね、三角関数サインは前者ではもちろんありませんと。 なぜなら像が -1 以上1以下の区間ですから、閉区間ですから、この区間もちろん R と一致しないので、これは前者ではないんですが、最初からサインを R 上 -1 以上1以下の実数への写像というふうに言えば、まあ、前者になるわけですね。はい。それから、1234から ABC で、1の行き先、2の行き先、3の行き先をこういうに定めると、これは F4 によらず前者になりますと。 つまりもうすでにこれで BCA と全部いってますから F4 が A であるが B であるが C であるがもうこの段階で全者ということになります。で逆にですね、この123から ABCD と、まあ、123という人にですね、まあ、123というまあリンゴをですね、で ABCD に割り当てたいと思ってますね。えー、全員には行き渡らないと。まあ、これ常に全者ではないと。 はいまあ、よく、えっ、ー、と、その、伊庭と伊庭が、こう、りんごをいる話をしますけれども、伊庭がりんごをいる話で言うと、えっ、ー、と、3人しか伊庭がいないのに、りんごのにすべての矢を通すわけにいかないと。写像である限りね。まあこれ、これ、1の伊庭がですね、2本矢を持っていて、A、B を指すということができればですね、もちろんこれは、あの、えー、前者にできるわけですけれども、それは写像ではないので、前者という表現は、まあ、写像に対してしか道を使わないので、えー、今の場合はね、 これ、人数が、一定の数が少ないと、まあ、リンゴに刺さる。まあ、ウィリアムテルじゃないですけども、矢の、矢が全部刺さるというわけにいかないと。ということで、必ずリンゴはなんか無傷で1個余ると。まあ、これは前者ではないということがわかります。まあ、要するに有限集合の場合ですね、前者 A から B が存在するということを言えばですね、逆に言うとですね、この A の要素の数は B の要素の数以上であるということですね。 ですから、まあ、これリン、遺体の集合、1、2、3っていう遺体ですね、弓矢をいる人がいて、その人がリンゴにめがけて打つときに、リンゴの数よりと等しいか、もしくは、えー、多い数の遺体がいないと、すべてのリンゴに少なくとも1本ずつで刺すという状態を作ることはできないと。まあ、もちろん、遺体の数が多くてもですね、全員が A のリンゴが一番おいしそうなんで、A のリンゴを全部いってしまえば、BCD は無傷なんですけども、存在するための条件はこうである。 いうことになりますはいそれでは前車の例題ですね、えー、A と B をこういう集合としますとで次の対応で与えられる車像が全車となるものを全て選びなさいということですねはいそれではちょっと考えてみてくださいはいえっとそれでは答えはこの2つということになりますね えー、要するにですね、あの地域が ABC 全体になればいいわけですから、ABC 全部出てきてるやつを探せばいいわけですね。これは C しか出てくるわけないあ。A もね、AC ということになりますし、この最後の2つは、えー、これは PC と、PC と、それからこれは、えー、AB ですね。ということなんで、ABC 全体になるのはこの2つということがわかります。ということですね。 それでは次に単車、ねえー、というのはあ、えっと、1対1の写像とも言いますけれども A の要素 A と A' があってですね F によって移る先が等しければもともと等しいということですね、はいまあ、これ言い換えると待遇を取ると A と A' が違うならば行き先も違うということですねですから先ほどの射手の話で言うと違う射手13と23が違う人のでこの人たちは互いに違うリンゴを夢味合いでいるということになりますねはい、まあ あのリンゴの状態は、要するに一つの各リンゴすべてに一本刺さってるか、あるいは刺さってなくてもいいんですけども、一本以下のリンゴが刺さってると。これが単車ということですね。先ほどの前射の話は、それで言うと、すべてのリンゴに一本以上刺さってるというふうに言うことができます。はい。ということで、単車というのは、きちっと書くと、すべてのイメージ、像の弦、B に対して、 えちょうど1個の、このイコールイギジスト1という、ただ一つ存在するという記号ですけれども、ねえただ一つ A の要素、スモール A があって、B イコー FA となりますと。いうことですね。はい。もちろんイメージ F に入っていない要素 B に対しては、こうなる A はもちろんないわけですね。ないわけなので、まあ、リンゴが、その刺さってるリンゴは1本。ちょうど誰かのいてのリンゴは、矢が刺さっていると。で、刺さってないリンゴも、まあ、一応あるかもしれない。 まあ、なければまあ前者になるわけですけども、えー、あるかもしれない。ということですね。はい。まあ EXIT1 はただ一つ存在することを表す記号と。で、えー、まあ対語を取ると先ほど言いましたように対語を取ると違う人は違うものに対応させると。で、例えばサインはこれは、まあ、あの単者ではないわけですね。 でこれもですね、定域をうまく逆にこの、先ほどは地域を制限すればいいと言いましたけども、収益を制限すればいいと言いましたけども、定域をうまくこう、例えばマイナス2分の π から2分の π というふうに限定するとですね、まあ、単車にできる場合もあります。今の場合、サインの場合はマイナス2分の π から2分の π というふうに限定すれば、これは単車になるわけですね。 はい。で、123から ABCD は ABCD から3つ選ぶ順列という風に考えられますので、まあ、単車は全部で24個ありますと。で、もちろん、車像そのものはですね、123に対して、えー、それぞれ、えっ、ー、と、1は ABCD でどれかということで言うと、4の3乗通り、えー、6、えっ、ー、と、4、16、64通りですね。すべての車像は64通りあるわけですけども、その中で単車は24通りこうありますよと、ということは言えますと。 ということで、でまあ、有限集合の場合、単車の存在条件ですね。単車が存在するためには、えー、っと、<laughs> A の要素の数が B の要素の数以下であるということですね。いての数が、あまあ、リンゴの数以下であればですね、す、え、べ、ー、てのリンゴに2本以上刺さらないような言い方は存在すると。えー、これが、まあ、が100人いて、リンゴが1個しかなかったですね。これ、あの、りん1個に、各リンゴにすべて1本しか刺さらないという状態は絶対無理ですね。 えーまあ、あの全員必ずちゃんとあのリンゴを入ることができるとするとですね、まあ、そういうことはだからないということで単車、えーまあの存在条件はこうですと。でこういう条件があるからといって全ての車像がもちろん単車ではないというのはこの例は示してるわけですね。それでは例題ですね。えーまあ 前車の時と同じような感じでこういう A と B の集合があってその A から B への対応のうちで単射とな、射動が単射になるものを選びなさいということですね。はい、それではちょっと考えてみてください。 正解はこの3つですね。1A、1B、2A、3C と。要するにこの地域が、まあ、1、2、3の行き先全部あるわけですけども、地域が全部こう互いに違うものを選べばいいですね。これ BAC ですし、これは ABB と重複して、BCC と重複してるダメ。で、DAB、OK ですね。で、CDB、OK と。で、DAA、ダメと。こういうことで、この3つが正解ということになります。はい。以上で、写像のお解説は終わりです。